それでは寺田修平選手をご紹介させていただきます。寺田修平、1975年6月23日生まれ、神奈川県横須賀市出身、35歳。日産 FC で本格的にサッカーを始め、日産 FC ジュニアユース横須賀高校を経て東海大学へ進学。卒業後、当時ほぼ内定していたプロ入りがメディカルチェックで問題が発見され立ち消え、人生のどん底だったと当時を振り返る中で、1年間浪人生活を送り、諦めずに練習を続けた結果、翌年の1999年に川崎フロンターレの加入が決定。当時の松本育夫監督が、将来間違いなく代表に入る選手と言いました。文字通りの大型ルーキーはいきなり背番号6を背負い、開幕戦から先発メンバーとして出場。順風満帆と思われた翌2000年5月、右膝前十字靭帯を断裂。そこから何度も肉離れを繰り返し、両膝も手術。復帰直後に再び怪我。実に数年間という単位でリハビリに時間を費やしていました。99年から2003年までの5年間で出場したリーグ戦の総試合数はわずか27。きっと苦しかったと思います。そんなくじけ、諦めてもいい状況にもかかわらず、明るく礼儀正しく接してくれたあなたのその優しさが嬉しく、誰もが再びピッチに立ち続けることを願っていました。2004年、過去5年間の出場数を1年で上回る33試合に出場し、チームの J1 昇格に大きく貢献してくれました。当時スタッフがこんな話をしてくれたことを思い出します。その時スタッフは5年ぶりの J1 昇格に沸く選手たちとサポーターの皆さんを見て、ただただ幸せだった。勝てばサポーターのおかげであって、選手たちの頑張りのおかげ、負けたらそれは全て僕たちスタッフのせい、それは当たり前のことだし、J2 で苦しい時も少しでもサッカーに集中できるように、会社の苦しい部分だけは選手たちに見せてはいけないと思って、自分たちなりに必死でやってきた。そんな時、周平だけが選手たちの歓喜の輪から外れて僕たちのところに来て一言、ずいぶん待たせちゃったね、いつもありがとうって声をかけてくれた。あの時、今このタイミングで僕たちなんかに声をかけてくれる必要ないだろう、必死に歯を食いしばってあんなに長い間リハビリに励んだのは周平じゃないかって、その周平の気配りが嬉しくて、大人になって初めて声を出して泣いたよと言っていました。そんな姿から、選手たちからもスタッフからも周平さん、周平さんと慕われていました。2008年、32歳で日本代表にも選出されましたね。第一報にクラブ事務所が大喝采だった中で、その中に帰ってきた安子と長橋康弘コーチが、周平が代表？本当に何の代表？って大いに取り乱したようで、私たちもあの時ほど嬉しかったことはありません。2004年、完全復活した年に生まれた長男の修太くん。当時、子供の記憶に残るまでサッカー選手でいれたらと願ったそうですね。そんな修太くんも今ではもう6歳、その後に生まれた妹の里乃ちゃんももう4歳。結果的に最後の轟でのスタメン出場となった先日のセレッソ大阪戦、あなたが2人を連れてピッチに入場していたのを私たちは見ていました。そばにいたスタッフが、きっといつもと違うパパの雰囲気を敏感に感じ取ったのか、
一生懸命いい子でいようとしているように見えたという里乃ちゃん。ウォーミングアップの最中、ピッチのすぐ横までお父さんの姿を見に行った修太くんが、姿を目に焼き付けようとしたのか、いつまでも離れようとしなかったこと。3人がピッチに入っていく後ろ姿を見ながら、奥様が肩を震わせて泣いていたこと。もしかしたらもうあの時あなたが一線を退くことを家族は感じていたのかもしれませんね。空中戦の高さと1対1の局面の強さ、そしてカバーリング能力とディフェンスに必要な要素を全て備えた大型ディフェンダー、言わずと知れた川崎山脈の最高峰。川崎フロンターレの通算出場は258試合15得点。諦めなかったプロ入り、大怪我からの復活、 J リーグ発足後では最年長での日本代表初出場。努力をしたらこういう結果が生まれることもある、そんな姿を私たちに見せてくれてありがとう。周平、本当にお疲れ様でした。